今日12月22日金曜日の夜空にはお月様と木星が非常に近い距離で輝きます。12月は日が沈んで暗くなり始める頃には木星が南東の空で輝く姿を見ることができます。木星はマイナス 2.5 等以上の明るさで輝くため夜空の中でも特に目を引きそうです。22日金曜日夕方から23日土曜日の未明には月が木星に接近をします。上限を過ぎた月と非常に明るい木星の共演は見物となりそうです。今夜は西高東低の冬型の気圧配置のため北日本や北陸、山陰では雪が続き、西日本の日本海側でも雲が多く天体観測には不向きな天気となりそうです。関東や東海などの太平洋側、四国太平洋側、九州南部などでは晴れて月と木星の接近を楽しめるところが多くなりそうです。夜は一段と冷え込むため外に出る際はしっかりと厳重な防寒をして観測してください。最新のお天気情報や気象情報はアプリウェザーニュースでご覧いただけます。